だいぶボールを保持することにこだわったチームで、はい、しかも石丸監督の色がどん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 こう出てきて、うん、中村俊じゃなくて小松本田の今日の、ね、ボランチに関しては、はい、どちらかというと両者ともにこうバランスを取ることに長けた選手なので、はい、紹介なクロスを入れてくるシュート決まりました。町田先制です。で、まあ、クロスはそんなにこういいところっていうところではないんですけど、中央で山田選手 の, そのクリアボールですね。これが町田ボール前線逆サイドにボールを送ります、ね、吉岡海奈、はい、さあ中には平戸もいる。どうする平戸へのパス。平戸ここはポスト。もう一度平戸入れてきて山形クリアです。今のカウンターのシーンですね、はいはい、もう本当ここ山形ちょっと遅れましたね。出足遅れて1対2の状況を作られて中央入れてくる。スラッシュでシュート決まった。山形同点。前川と思いますね。ニアで1回ポイントを作って、これ大槻選手だと思うんですけどね、これ反らしたのね、はい、ここ吉岡伊奈に収まります。ユリーで変わった。入れてくる。シュート、スルーしてシュート絶妙決まりました。平戸安藤選手がニアで引っ張って、その奥に最後平戸選手ですか。はい、平戸でした。ここも完全に見えてましてね、この3人関わった3人がしっかりと中央よー決まった。渡辺龍馬中はスクランブルしている中で渡辺龍馬選手、ここもね奥山選手なのか。小松からここ引っかかるが松本南中を見て加藤入れて加藤山形逆転。加藤のゴールです。これボックス内取ったのうまかったですね。やっぱ南選手このあたりうまいんですよね。でこれ加藤選手ねシュートでもあるしとも見えるし、ビニシウス選手へのこうラストパスにも見えますけど、はい、まあ、どちらでもいいんでしょうね。まあ入れば OK ということで、はい、まあ、これだけ加藤選手にボックス内でいい状態でボールを持たせたということがもう町田としては山田試合終了です。山形2試合ぶりの勝利、ホーム戦2連勝、そして逆転勝ちは今